おはようございます。行徳のザリガニ親父高野文夫が今日も皆様にコミュニケーション上の重要なワンポイントインフォメーションをお届けいたします。高野文夫の人間力大学からのお届けになります。今日は12月は20日水曜日ですね。実はですね、1週間ほど前なんですが、私の先生本質博士坂本先生がですね、73歳の若さで亡くなられたんですよね。急逝されました。それで私たち弟子はですね、坂本本質博士のですね思想を引き継いで世の中に本質論というのを広めていきますが、今日からですね1週間は、本質博士のですね唱えたですね本質理論エッセンシャルシンキングを取り上げますので、どうぞお聞きください。本質思考というネーミングの本を2つ合計3冊になってますけれども、5合目まではですねナレッジファシリテーションという手法を使いなさいということです。6合目から10合目頂上まで行くにはですね、コービーのセブンハビッツというのを基本にされたらいかがですかという本です。はい、あとはどうぞご覧ください。このほどのですね本質思考を持ってですね人生を生きれば楽しくですね成長してですね成功しますよという本なんですが、本の基本はですね本質思考、そしてですねそのやり方はですね原理原則にのっとった生き方ということになります。これは今こうしてお話ししてもピンとこないでしょうから、少しずつですねご説明していきます。本質思考とですね原理原則にのっとった生き方というものをですね少しずつ皆様にですねお分かりいただきたいと思って段階的に説明していきますから、どうぞご期待ください。はい、簡単に申し上げますとですね本質思考というのは我々がですね頑張って働きますね。サラリーマンも頑張って会社で働きますね。何のために働くかというと、幸せの人生幸せの家庭を作るためなんですよ。目的はね、そのためには、まあ、会社員としては頑張ってですね一流プロになってですね金を稼げる人になりたいと、そのためには頑張ってですねハイラキカルラダーって言うんですけど、会社のですね組織の中では上に上がらないとですね大きい仕事ができませんので、係長、課長、役員、社長と目指すわけですが、働くことを目的にしてしまうんですよ。これは本質思考から外れるんですよね。本質思考で考えれば我々が生きるということは頑張ってですね幸せな人生を作りたいというのが目的でしょ。その目的を忘れてはいけないんですよ。そのためにはどうするかというとですね、仲間をかき分けてでも俺がと自分だけ出世すればいい、あるいは家庭なんかかっぽっといてですね何しろ出世すればいいと、ただ働けばいいという人がいますが、それは本質外れてるんですよ。家庭のことも面倒見なければならないし、子供たちの教育なんかもしっかり考えた上で自分も働くという、そういうトータルバランスを持って幸せな家庭を作るために、自分も幸せになるためにという本質ゴールをですね忘れないで生きようよという生き方なんですよ。そのためには原理原則にのっとったアクションをしなさいということなんですけれども、原理原則にのっとったアクションについては今日はですね、本質思考ということだけにしておいて後々ですねご説明していきます。このほど出しました6冊の本でですねそのことはしっかりお伝えできると思いますから、どうぞ皆さんですね、電子書籍は300円ですから2500円の本の本はですね300ページもあって分厚い本ですので、電子書籍で見られたらいかがでしょうか。はい、
今日はですね、この11月に出した6冊の本、本質思考にのっとった生き方、はい、表紙のですね、1冊はですね、富士山頂上作戦という本です。他の2つの本はですね、原理原則にのっとった、はい、本質思考という本です。はい、今日はこの辺りにしておきましょう。さようなら。